横断時終了時に CAD ファイルを生成します。まず横断図を作図するレイアウトタイプを選択します。6個並んだ図は1枚の用紙に何個横断図を書き込むか選択します。マウスで指定して2行2列のレイアウトを選択します。その下の用紙サイズ、方向、余白を選択し OK ボタンを押してください。画面が変わります。タブが1ページ、2ページと現れます。横断図が1枚では入りきらず2ページにわたることを表しています。また右側の側点を表示しているチェックマークを外すとその側点は印刷しません。個数を少なくするとそれに応じて1枚の紙に収まるようになります。